はい。いつも動画をご覧の皆様、えー、竹内です。こんにちは、えー。こんばんは。ということで、えー、今週はですね、もう2週分、うん、2歳中、えー、G1 やってしまおうかなということで、まあちょっと理由があるんですが、えー、まあ、それは後で言うとして、えー、特別登録時点総合評価指数、今週末、えー、12月11日の、えー、阪神ジュベナイルフィリーズ、えー、12月18日のアサヒハイフューチュリティステークスということでね、 もうこの名前もね、あの、定着はしているはずなんですが、これネットとか見るとね、毎年あの見るんですけど、やっぱりあの、阪神、えー、ジュナベイルフィリーズっていうのが結構多くて。で、あと朝日杯、えー、フューチャリティーステークスっていう書いてる人がむちゃくちゃ多いですね。うん。 でもそのね、あのー、気持ちはちょっとわかります。あの、ジュベナイルより、あのー、ジュナベイルの方が言いやすいですしね。フューチュリティよりフューチャリティステークスの方が言いやすいですからね。まあ言いやすいからって、あの、変えても、勝手に変えちゃダメなんですけどね。うん。まあそんなわけで行ってみたいと思います。えー、まず、えー、阪神、ジュベナイルフィリーズですね。えー、指数的にはこんな感じで、まあ例ヌミドルがちょっと抜けてて、 で、えー、ジュヌエコールがいて、サトノアリシアがいてっていう感じで、まあ、ソウルスターリング、リスグラジュなどなど、まあ、こんな感じで、えー、数値的には、えー、出してみました、まあ。ポンポンなんてね、可愛い,い名前の馬もいたりしますが、えー、ラビットランとかね、うんうんまあ、こんな感じで、えー、出ていったりします。で、やっぱり、えー、レイヌミノルにはちょっと注目したいなと思ってます。まあ、今日杯、はいうん、抜け出したとこでね、 まあまあまあ、相手が悪いというか、まあ、ルメールと、えモンドキャノンに刺されて1着になってしまいましたが、あの、まあ、シンバ戦、あと、まあ、ホクラ2サイステークスに関して、もう別に追う必要もなくですね、あの、競馬ゲームでね、ダビスタとかウィニングポストでめっちゃ強い馬が未勝利戦出た時みたいな感じで、もうひょーっと行ってしまって、勝ってるだけに、まあ、あの、全力の競馬をね、2戦してなかったなっていうところがあって、 でまあ、前走ね、ねあの負けはしましたがそのこの馬にとって経験値としてはすごく大きなプラスになっているんじゃないかなと思います。でマイルでも距離は僕は持つという印象がありますね。ただ、まあ浜中ジョッキーがねあの騎乗停止になっているということでここであの海老名騎手の騎、うん、乗になるようです点乗りになるということでま海老名騎手、ですねまあ、今週うちの,あのメルマガモンスターオーツの方でもちょっと触れるんですが、まあ、今年。 ひどいで。秋から特に海老名秋秋ひどいですね。騎乗してる馬の半分ぐらいかな。約半分か、ちょい多いぐらいだったと思うんですけど、まあ、1番人気から5番人気に乗ってるのに、まあ、月1勝2勝できればいいぐらい。えー、9月以降、確か2番人気の馬に騎乗して、20何戦、30戦近くして全敗ということになってたりするんですよね。まあその辺がちょっと不安ですが。 うん、まあ馬自体はね、そのいい馬で癖もあまりないという,う見立てをしているので、えー、期待しています。で、えー、もう1頭が、えー、ソウルスターリング、えーまあ、2連勝中で、もう見ててもすごく力強い走りをする馬、でまあ、この馬に関しては、まあ、全力でまだ走らずに連勝してきているので、うん。 まあ次でね、そのギアを出せるかっていうところになるんですが、まあ、先行して折り合って、ちょい差しっていう、まあ、競馬としてはもう理想的な一番いいスタイルを持っている馬なので、うん、まあ、えー、ちょっとこの馬もやっぱ注目はしたいなというところでございます。で、10、えー、のエコールですね、まあ素質は非常に高いと思います。 うん、もう馬場状態、競馬場の違い、まあ、コースの違いっていうのを問題なく3連勝してきたっていう、まあ、素晴らしい評価をしていますね。でボーバー相手にも勝ち切っているということがあります。で、まあ、骨、ね、ジョッキーが、えー、バルザローナ騎手になるということなんですよね。まあ、福永騎手がちょっと、えーまあ、香港の方に行くのかなということで、まあ、変わっちゃう。うんまあ、ジョッキー さっきの海ビの騎手もそうですけどね、馬はすごくいいんですがうーん、この辺がどうなるかっていうところはちょっと心配ではあります。ただ、あの馬の、ね、力はすごくあると思うので、えー、期待していますし、えー、この馬に関してはね、後ほどもうちょっと触れ,もう1回、ね、触れるんですけど、あのー、勝ちに来てるんだろうなという,いう印象はすごくあります。で、次、朝日杯の方行ってみたいんですが、えー、1位が、えー、モンドキャンノ、で2位が、えー、レバンテライオン、3位、トラスト。 まあこんな感じでまあバーッとえー一番下のですね、テラレックスまでこんな感じでえ数値を出してみました。で、やっぱモンドキャノン、もさっき言いましたけどね、KO 杯を見てもまあすごく強いですし、折り合ったらね本当にえどこからでも切れてくるタイプだなという印象です、ま。あ どんなとこからでも競馬できるっていう強みはねやっぱこの時期の2歳馬にはねあのあればあるほどいいと思いますし、うんまあ、完成度を現時点の現時点での完成度っていうところでいったら抜けてるんじゃないかなと思いますうん距離に関しても、えー、不安より期待の方が僕は大きいですさあ、えー、ミスエルテですね牝、えー、馬ですけど朝日杯参戦ということでまあ面白いんですが 十、まあ、ヌエコール先ほども出ましたけど、まあ、こことね、の兼ね合いもあってですね、まあ、両方取ってこようというねあの、まあ馬,主まあ、馬主さん,うん、まあ、生産もそうですけどねここはそういう計画が、まあ、あのミスエルテと十、まあ、ヌエコールを両方ね、えー、阪神の方に出せば、まあ、相当高確率で、えーまあ、勝てると。 2頭のどちらか勝つというところで結果を出せるというところをです、ね、あの分けてきたというところを考えると、まあ、そんだけすごく期待をしているであろう、両方取ってやろうという気でしょうし、まあ、最低片方取れるだろうぐらいの計算をしているんじゃないかなと思います。でまあ、前走出遅れてもあんだけの競馬してますし、本当に一戦ごとに成長著しいなという印象。 うん、本当にすごいちょっと怪物のような馬になっていくような期待もね、ちょっと僕は持っていたりします。はい。はい。まあ、そんなわけで,ですね、あの、まあ、今回2個やったんですが、まあ、えー、っと、うん。まあ、あの、簡単に言うとですね、今年末、<laughs> あのすごくやっぱり予定が詰まっているっていうのもあるんですが、まあね、あの有馬記念の方、じっくりやりたいなっていうのもありますし、あの、 今、ここに画面に出てますけどね、あの競馬特番ぽいチャンネル第9回はもうすでにアップしてますので、皆さんぜひ見ていただきたいなと思うんですが、年末、年内最後、今年で10回、えー、今回で10回目、ちょうど去年の有馬記念からね、えー、始めた番組なんですが、えー、有馬記念特番に決定ということでね、あのパンダスタジオさんの方から、もう有馬記念で行きましょうっていう連絡が来ているので、それをね、収録することになります。なので、 まあ、特番っぽいチャンネルの方でも有馬記念の方をや,るやりますし、で、こっちの僕のね、今、この皆さんが見てる個人の方の、えー、YouTube チャンネルの方でも、まあ、そうですね、えー、特別登録時点総合評価指数は、えー、有馬記念の方もやらなきゃいけないということで、ちょっとね、あの今回朝日杯の方をちょっと前倒しにしたというところであったりします。まあ、有馬記念特番をやるとはいえね、去年はあの当然、当然というか馬かぶって、 あの北さんブラックをいじり倒しましたがね、そんなにあのいじれないような馬にもなってきちゃってるっていうのもある,あるんですが、まあ、そうですね、やっぱりあの競馬に関わってる側の人もね、見てくださり始めている番組になぜかなってしまっているのでね、うーん、どの程度ふざけてやろうかなと、今からちょっとワクワクしているので、ぜひね、皆さんも第9回を見ながらね、有、あ、馬、のー、記念の方の特番もお待ちいただければなと思っております。 えー、まあ、こんなようなね、今回は第9回はこんな感じでちょっと画面のワンショットですがやりました。えー、そうですよもう、もう初の海外ロケということでね、えー、もう海外ロケですよ。もうすごいですよね。どこなんでしょうね、これは。ええー、まあ本当にね。でもこの黒巻合成っていうのがね、ほんな僕らみたいな一般人でも簡単に使えちゃう時代になったっていうのはすごいなと思います。うん。これ10年前だったらね、10年前、いや、10年前あったのかな、黒巻。あ、あるか。 カウントダウン TV とか、欄広告とか、あの辺も多分黒巻ですもんね。いや、でも一般人がね、こうやって使えるようになるっていうのは本当にすごいなと思いますし、それこそ、あの、この動画見てらっしゃる方で、名古屋の方でね、あのなんか番組やってみたいとか、あと、なんかあのご商売をされていてですね、なんか、あの、まあ、プロモーションビデオとか、あの商品紹介のビデオとか撮りたいとかっていう、もしそういうのがあったらですね、あの非常に低価格で、あの、 こういうね、黒巻合成とか使ってできたりするので、ぜひぜひ、あの、僕に言ってくだされば、あの、パンダスタジオさん紹介しますので、本当に、ね、このパンダさんの今、ここでスポぽツンと座ってる二人は、あの、まあ、名前を覚えてくださってる方も多いと思いますけどね、手前は、あの、僕と同じ竹内という名字で、血縁関係はないんですが、竹内さんということなって、なんですけど、こんなね、あの、ふざけた動画を撮りながら、週末は、あの、B リーグの、ね、中継の動画を撮ってて、あの、 ねあのフジテレビさんとお仕事されてたりするんでね <laughs>、よくもこの落差がすごいのによくあのやれるなぁといつも感心しております。まあ、そんなね、第9回もアップしましたのでぜひ見てください。えー、インフルエンザがね、流行っているようなので、えー、まあ、僕はね、去年になって大変なことになりましたが、あのー、ぜひ皆さんも気をつけて、えー、いただければと思いますあの。うがいはね、あんまり効果ないそうです。えー 医学的には手洗いが重要っていうことでねあのうがいは20分に1回ぐらいしてないと菌って20分ぐらいで早いやつはもう体の中に入っちゃうそうなんで、えー、20分に1回うがいをするか、えー、もしくはちゃんと手を洗うということを、ね、おすすめしたいと思いますそんなわけで、えー、竹内でしたさよなら